中国大陸で行われる後半戦を間近に控えた猿の前に二人の高圧層が訪れてきた。九死、そしてその弟子となったかつての死神日陰であった。九神は今のままではドラゴンに負けると猿に言い切ったのであった。その訳が知りたければ明日修羅宮寺に来られるがよい。よいかな猿くん。試合を所望いたす。なんやて。そうか、試合に勝てば訳を教えてくれるというんやな。一番ホールは確かこの杉の林の隙間を縫ってティーショットするんだったな。オナーは私だ。ああ。意味悪いにゃ。どうしん、カラーボール。は。懐の中でボールを。ああ、ダメだな、サル。こんな寒い日はボールを温めておかなくちゃ。飛びが違うんだぞ。アホかアホか、うん。遅すぎるわい。いや、しかしな、サル。すいません、僕も気づかなくて。大丈夫よ、みんな。これ使い捨てカイロだ。あったかいぞ。お金にも昇華してるにゃ。サル君。え？うん。始めてもよいかな。おいおいおい、ボールが歪んだるぞ。得意の拝み打ち、ますます技に磨きがかかったみたいだ。サル君、前のクラブが忘れられんようだな。気の毒に。なんやて。いや、失礼、独り言だよ。ボールなんかどうでもいいってわけか。ああ。林の中に飛び込んだ。くそ。あったにゃ、あそこにゃ。いいところに出てるじゃないか、サル。しかも雪の中に潜ってなくて打ちやすいところにあるぞ。兄さん、それにもう一つ、あれです。そうか、あの外場地獄へ打ち込むより帰ってよかったな。こりゃついてるぞ。で、結果オーライだな。よかったわね、サルさん。ああ。何がおかしいんや。いや、サル君が結果オーライに満足したのかと思うとつい失礼した。嫌味な坊主。いや、確かにその通りや。運に頼ってはいかんのや。頼るのはワイの実力だけ。でっ、やったー。よし、これはナイスショットだな。ダメや。え、もう少し高い球でグリーンを狙いたかったんや。サルさん、またすごいところに引っかかってるな。ナイスショットの九神さんのボールがあんな打ちづらいところにあるなんて。兄さん、ゴルフってなんて皮肉なスポーツなんでしょうね。はあ、ところで九神さんと道神さんは。くああ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 あ
っと高い球で攻めたかったと言ってたが、ちょうどよかったじゃないか。高い球だったらピンそばにはつかなかったぞ。また結果往来か。やったぞ、バーディー。第二ホールは羅漢地獄。なん？第二ホール羅漢地獄。そこは正確なスライスボールで三門を抜ける以外どのような打ち方もありえない。さすがだね。確かに完璧なスライスボールでしたね。サルさんはどんなボールを打つ気かしら。ハンちゃんはきっともっとすごいスライスボールだ。シーニャ、ここが中国龍ヶ峰。紅鉢、今度こそ猿の負けだな。そう思わぬか。そうは思いません。何？では猿は負けないというのか。はい。少子な、ドラゴンとの二打差はあまりに大きすぎる。猿といえどももう追いつけぬ。猿はわしのものだ。もし猿くんが勝ったら。もし猿が勝ったら私を自由の身にしていただけますか。何？紅鉢、お前がそこまで猿にかけてみる気になったとはな。面白い。落ち着け、落ち着くんや。相手はただの石像やないか。これはただの気の迷いや。何も考えるな。全てを信じて無心になるんや。どうしたんだ、あんちゃんは。ピクリとも動かんぞ。猿はきっと自分と戦ってるんだ。兄さん、頑張って。ナイスショット兄さん。今のは素晴らしい一打でございました。すごい球だったわ、サルさん。いかにも。2人は第2ホール羅漢地獄を2打ずつのイーブンで通過し、試合は最終ホール賽の河原へその舞台を移した。あ、賽の河原が凍ってるぞ。いやー、これはすごいんだ。待ちたまえ、サル君。先へ行くなら私がボールを打ってからにしてくれたまえ。そうやった。ワイはどうかしてるぞ。気ばかり焦って。
どうなったんだ。やはりここは二十歳する。眩しくて目が開けていられない。ここは二つ住む。ライデンを信じて撃つしかないか。ライデンを信じるんや。ワイのライデンを。ロザルさん、兄さん、頼むぞ。ライデン、ライデン、会心が当たりよ。サル君、そのショットが私の答えだ。前略、取り急ぎ急進同士にお願いがあり、お手紙申し上げました。サル君が自分のゴルフに自信を失いかけています。ドラゴンとの後半戦の前に、何とぞあなたのお力を持ってサル君を立ち直らせてください。ベニバチ。ありがとう、キュウシンさん。ワイはライデンを信じる。待っててや、ドラゴンさん。中国龍ヶ峰のふもとにある小さな村、ワイらはそこで大歓迎を受けたんやが、その村には古くから伝わる龍と巨大な猿との言い伝えが残っていたんや。プロゴルファー猿、死闘再開、中国龍ヶ峰コース、また会おうぜ。